どうもこんにちは、中野淳です。それでは動画を撮りたいと思います。最終確認を終えた感想について話したいと思います。最終確認2口してんけど、やっぱりロト6は難しかった。かなり悩んだな。30分ぐらい時間かけて最終確認してんけど、それでも自信が持てなかった。これでいけるっていうのが、ロト6はほんまにここ最近ないかな。結構不安。明日ロト6やけど、どうやろう。どれぐらい一致するかな。この前もその前も一つしか一致しなかったから、いやー難しい。まあ、多分、もう、数字は変更することはないねんけど、まあ、この二口で、どれくらい一致するか、その確認はしたいと思います。ロト6購入はまだ、まだできないな。その来てほしい数字、僕の中にあって、その数字がまだ来てないから、購入はできない。その時になったら、口数を増やして勝負しようってなんねんけど、まだその数字が来てないから、購入はできない。ロト6はもうその数字頼み。それが来たらほんまに当選の可能性が一気に上がるから。まあ上がるって言っても、宝くじやから絶対ではないけど、でもその通常の回よりは当選確率が上がる。高額当選の可能性も一気に出てくるから。だからまあその時になったら購入しようと思います。まあ購入するときは、その報告して、高額当選を目指すっていう報告をして購入したいと思います。まだその時ではないけど、あと10回ぐらいかかるかな。なかなか来ないのがほんまに難点。まあとりあえず、その時を待って、それで来たら、一気に勝負かけたいと思います。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。